はい、皆さんこんばんは。おじいさんです。いろんなゲーム機で遊んでいますか？本日もやっていきます。ファミコンの説明書熟読プラスアルファちょっとテストプレイ動画です。再生回数が全然伸びなくても関係ねえ好きなことで生きていく、はい、YouTube です。本日ご紹介するのはこちら。ダーということで来ました。ついに超名作ですね。トッピー！トゥ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 ルルルトゥトゥルトゥトゥトゥ。これね、オリジナルグッズが当たるスピードくじ付き。このシールは多分貼ってないツインビーはないでしょうね。まあ、買った当時綺麗に剥がした人以外はもうほぼこれが固着してしまって、多分これを綺麗に外すことはできないでしょう。多分ね、もったいない気もするけどね。せっかくデザインがいいのでちょっとこれ貼ってしまうっていうのはね、もうツインビーは本当に、なんていうかな、ここから伝説が始まった。アーケードからではないと思うんやけどな。ツインビーはファミコンからアーケードなのかな、どうなんやろ。あんまりアーケードでツインビーってあった記憶がないんやけど、いや、その後にね、なんかそのセガサターン版のなんかポップンツインビーみたいなやつは、僕の学生時代なんかも見ましたけど、ゲーセンで。ノンマルのツインビーが昔あったとは思われへんのよね。いや、今回も表紙かっこいいね。で、やっぱこの辺が面白いよね。イチゴと包丁とカエル飛んできてるってのが面白いですよね。敵は野菜とかもあったよね、結構ね。この世界観面白いですね。で、やっぱ鈴ですよね。鈴モード。これはまあ今の子はちょっと分かれへんと思う。あ、そうやね。二人同時プレイができる。これがやっぱこれが一番面白かったね。ツインビーをが流行った理由っていうのは、当然画期的なシステムもあったんだけど、鈴を打つことによってパワーアップアイテムが変わったりとか、あと一気、それまでよくこう一発で死ぬっていうのがまあシューティングゲームのまあセオリーやったんですけども、一発当たっても大丈夫で、一回だけ救急車が来て修理してくれるっていう、手がなくなるんですよね。だから対地攻撃がなくなるというか、ツインビーっていうのは基本的に対空は普通にピューピューピューってミサイル出すんだけど、地面にも敵がいて、で対地攻撃はこの手が爆弾投げるんですよ、下に。それを一回攻撃受けちゃうと手がなくなって対地攻撃なくなるんだけど、一回だけ救急車がピーポーピーポーってきて手取り付けてくれるんですよ。うん。なかなか斬新なシステムが非常に盛り込まれてましたね。RC807。ちょっともうこれはわけがわかんないね。なんなんやろ RC って。今まで例えばやったらコナミやったら KM、ツインビーやから TW とかやったのに、RC807、 もうこれ全く分からへんね。なんなんやろ RC807 って、どっから来てるんでしょうね。1986年やからエキサイトバイクと一緒だ。まあだからいろんなゲームの1がこう作り上げられてきた伝説の時代やったかもね、1986年ってね。 RC807 もうわかん、コナミかな、もしかしたら。R は何なんやろう、何なんやろね。 RC は多分、あ、でもコナミは K だから違うな。まあコンピューターとかそんなんなんかな。コナミ株式会社って書いてツインビー、雲の中に隠されているベルを見つけてパワーアップ、次から次に出現する敵を破壊し島を取り戻そうと、コナミソフトウェア。いや、もう本当にツインビーのね、敵の量はもう子供では処理できませんでしたよ。もう尋常じゃない量の敵出てくるからね。もう一面が本当関の山。もう二面なんてもう本当にもう生きて帰そうなんて気全くないからね。あ、ここもありますね。うわ、カビ生えてるわ、中。ものすごいカビ。耳あるのすごいな、でも。カビがすごいわ。あ、説明書ついてますね。まあ懐かしいなー、この箱。うわ、てか匂いすごいするわ、カビの匂いが。これは今日ちょっと読み込めるか微妙やな。あー、もう、あー、いかにも中古って感じの汚れ方してますね。あー、ザ中古。うわ、すごいカビの匂い、埃っていうか、
タン塩でもね、そんな汚くはないけど、ホコリがすごいっすね、この周りの。すごい、汚れはすごいで、これ。この穴とか一体何を考えて穴開けたんやろね、ここほら、穴開いてるでしょ。こんなんて何のために開けてんやろ。これ、なくさんように紐通してぶら下げとくとか、そういうことかな。この穴の意味がもう全くわかんないよね。これ当時のコナミの人に聞きたいね。なんでここ穴開けたんやろうってね。この辺は引っ張り出す時に持つようかな。ちょっとこう滑り止めにしてこうピュッとね取れるように滑り止めに。ここにチュッチュッと入ってるソフトは何個かあったよね。他にもね。それでは説明書読んでいきましょう。遊び方。ツインビーは多分薄いやろね。うん、ツインビーは薄いね。ツインビー。1986年8月7日に発売されたのかな。807って、これ吸い出しの時に発売日出るんで8月7日やったらそれでしょうね。807個もゲーム出してないもんね。この度はコナミのツインビーをお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。プレイされる前にこの説明書をお読みいただきますと一層楽しく遊べます。正しい方法でご愛用ください。あ、ここ最近絶対ツインビーの後に、まあこのツインビーであればツインビー RC807 を買い上げって書いたのに、ツインビーはツインビーだけや。面白いな。あ、ストーリーあるんや、ちゃんとツインビーにも。宇宙暦2801年、どんぶり島の住人。あ、それで食い物ばっか飛んでくんのか。どんぶり島ってとこなんや。どんぶり島の住民は平和な毎日を送っていた。ある日この島に伝わる宝の玉を狙ってスパイス大王率いる軍隊が現れ島ごと占領してしまった。この宝の玉は大王直属の4人の将軍に分け与えられ、島を4つに分けて統括させた。住民たちはなすすべもなかったが、島の外れに住む一風変わった科学者シナモン博士は大王をやっつけるためユニークな戦闘機ツインビーとウインビー、そうそうツインビーとウインビーって言ってたな、後から3匹目現れたよね、ウインビーを作り上げた。彼は住民たちの気持ちを2人の息子に託し、それを受けた兄弟は深い信頼を胸に大王に立ち向かった。ああ、だからツインビーとウインビーっていうのはあくまで戦闘機で飛行機に乗ってるという体なんだ。これだからこういうツインビーっていうキャラクターやと思ってたら違うねんな。操縦士がいるってことなんだ。まあセガサタン版とかなってスーパーファミコンぐらいかな。なんか乗ってるキャラクターの子がちょっとフューチャーされだしたのね。そうなんか。で、しかもそれはツインビーを作った博士、シナモン博士の息子なんやね。基本的に全部食べ物で設定されてるんですね、ツインビーの世界は。はあ、これ初めて知った。お皿とかもあったよね。なんかフォークとかね。コントローラーの使用方法。うわあ、四角だ。この辺は統一されてないね。まだ1986年でももう丸のボタンで表示してる、あの説明書もあるもんね。A ボタン、地上物を破壊するときに使います。B ボタン、空中からの飛来物の敵を破壊したり、ベルの色を変えたりしますと。うん。だからさっき言ってた通りですね、対地攻撃と対空攻撃っていうのが2つあるっていう。これはね、なかなか斬新やったと思う。どうなんやろ、もう、アーケードでそういう形態のゲームってあったのかな？あの、対地と対空両方攻撃するって。あ、ゼビウスがそうか。ゼビウスどこや？ゼビウスナムコか。そうか、ゼビウスはナムコやから、ゼビウスのシステムはパクってるって言い方おかしいけど、まあゼビウスのシステムと同じシステムのシューティングってことだね。まあゼビウスはパワーアップアイテムはないけどね。十字コントロールでツインビー、ウインビーを8方向に動かします。1人でプレイする場合は1コントローラーを使用し、2人同時にプレイする場合は1と、2コントローラーを使用します。これが楽しかったね。2人で戦って協力し合えるって、1人は敵倒して、1人はベルを一生懸命打って、自分がパワーアップして相手の部分も作って、取れ取れ言うて、取れへんかったらお前なんで取れへんねんって大喧嘩になるっていうね。ゲーム選択、セレクトボタンを押すごとにタイトル画面の矢印が移動しますので、1人用または2人用を選択してください。1プレイヤー1人でプレイするとき、2プレイヤー2人で同時にプレイするとき、
ポーズ機能、ゲーム途中でスタートボタンを押すとチャイムが鳴り、ゲームがストップします。ゲームを再開するときは再びスタートボタンを押してください。リセットをしても最高得点、ハイスコアは消えません。ワンプレイのとき、2コントローラーでも遊べますと。あ、そうなんや。ワンプレイのとき、2コンでも遊べたんやね。まあ、ハイスコアが消えないのは電源切るまでの間ですよね。当然、バックアップバッテリーはないからね。遊び方。あ、救急車のこと書いてあるわ。プレイヤーはツインビーまたはウィンビーを操作し、次々に出現する敵をやっつけてください。敵や弾に当たるとプレイヤーは爆発したり腕がなくなったりします。もし腕がなくなったら救急車と合体して腕を修理しよう。救急車は一気につき一回ですよ、と。救急車、ピーポーピーポー、やったーって書いてある。A ボタンは地上物の攻撃用ボタン。A ボタンを押したとき、地上物が標準に入っていれば、カーソルは自動的にロックされ、敵を破壊します。B ボタンは空中の、飛来物、敵を攻撃するボタンですよ、と。パワーアップの仕方、プカプカと浮いている雲の中にはパワーアップベルが隠されています。ツインビーとウィンビーはベルを取ることにより、いろいろなパワーアップを得られます。あ、俺これ初めて知った、これ。ピカピカレブ、ベル分身。いつも適当に撮ってたのよ。ブルーベルだけ覚えてる、スピードアップ。めちゃくちゃ速くなるのよ、これ。で、ホワイトベルがツイン砲。レッドベルはバリア。ピカピカは分身と。これ、初めからあれやったかな。ファミコンからそうやったか分かれへんけど、全部の、ベルがこうなるわけじゃないんですよ。ちょっとこれ、ファミコン版は違うかったらごめんなさい。例えばここの雲から出てきたやつはピカピカになれへんとか、ホワイトベル止まりとか、うん、全部が全部この通りには変わらない。1回打つと変わっていくんですよ。ポン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 って2回とかもあったかな。でも全部雲っていっぱいあってベルいっぱい出んねんけど、スピードアップはどれもなったような気すんねんけど、こっから下はなったりならんかったりしてたと思う。全部が全部、例えば10回打ったらピカピカベルになりますってことはなかったと思うね。確かやけど。また地上攻撃をした後のフルーツやキャンディーを取ると得点が加算されパワーアップをしますと。うん。得点、空中から攻撃してくる敵100点。ああ、これは得点表ですね。うん。ボス1万点も入るんやね。プレイヤーはゲームスタート時には3機です。すべてやられるとゲーム終了。スコアが5万点に達すると1機増え。以後、なんぼや、100万点まで、15万点ごとに1機増えますと。ああ、2つ目からえらい急に上がるんやね。難しさがね。必殺テクニック。あ、懐かしいな。そう、合体すると技出せんのよね、これ。合体というか、横につくとね。ベルを打ち続けるとベルの色は順番に変わっていきます。パワーアップするときも順序よくパワーアップして一番強力な武器を装備しよう。地上物を壊していくとスーパーキャンディーが現れます。このキャンディーを取ってもっとパワーアップしよう。一人プレイのみと。俺これ知らんわ、スーパーキャンディーって。スーパーキャンディーってどうパワーアップすんのやろ。俺これ知らんわ、俺。初めて知った、スーパーキャンディーって。2人同時プレイで合体すれば強さも倍増、強力な武器も装備できますと。そう、なんかこれ、下からつつくと全体で、横から合わせるとなんか大きい弾が出るんですよ。ボンボンボンって。うん。もっと高得点を狙いたいときは、ベルを見逃さず、どんどん取っていこう。確かベルはね、これね、一周するとまたイエローベルに戻っちゃうんすよ。その時はなんかね、めっちゃ高得点のベルになってんの。でも、ここの一気アップのためにはそのベルも取るの必要やなっていうのは今思いましたね。まあこれは場所の説明ですね。どれがどういう風なものなんですか。まあこれはこの後ゲームを見てもらえばわかりますね。ツインビーとウィンビーと。ファミコン時代は結局ツインビーとウィンビーのイメージ画像ってこれ以外ないってことですね。他のゲームってこの前のチャレンジャーもそうやけど、なんかここに絵が出てきたりとかするんだけど、必要最小限の絵はないですよね。ずっとね。まあ、わかりやすいシューティングってのもあるとは思いますけどね。へぇ、吹田市にコナミの大阪支社あったんですね。知らんかったわ。はい。それではね、吹田してみましょう。今日は早いね、展開が。今日はちょっと、中汚れも多いんで、一発でいけるかわからないけど、やってみましょう。それでは皆さん、ご清聴お願いいたします。ゲームロージーチャー
それではですね、インポをします。ナムさんですね。ドン。あ、出た。一発で出た。あ、発売日違う。8月7日じゃない。1月4日だ。じゃあ807ってなんか本当に独特な品番ってことですね、これ。どういう意味なんやろう。RC8 っていうのがメインの品番で、7っていうのはもしかしたらコナミの7個目のゲームっていうことかもしれないですね。もしかしたらですけども。まあ、RC8 っていうのが何なのかはわからないけども。情報見ましょう。ツインビージャパン。ディスクリプションはツインビーですね。カタカナで。で、コナミの発売ですよと。1986年1月4日ということで、お正月戦線狙ってますね。昔は1月3日まで、お店閉まってましたからね。4日から、だから、お正月の、ゲーム屋さん開店日の4日に発売ということでしたね。もう、まさにね、お正月商戦を狙った、お年玉、お子様のお正月商戦を狙ったものですね。それではダンプしましょう。値段がいくらやったのかも気になりますね。それではシューティングなので ST にしましょうか。ST、ツインビーですね。ツインビーでいいかな。ツインビー。それではダンプします。はい、いけましたね。サクセスということで、それではロムチェックします。では、先ほど吸い出したツインビーですね。こちらの方は、あ、そっか、前はスターラスター JT にしてたよね。ジェットでね。JT に変えようか。じゃあ、タバコじゃないですよ。JT のツインビーに変えましょう。はい。それではツインビーいきます。ドン。ああ、4900円。まあまあ高いな。で、品番は RC807 ですね。あ、ちょっと待って、これチップ4個も入ってる。何この 74HC139 と 74HC74 ってこれ何なんやろ？二つも、ここわかる？普通ファミコンって二つだけなんですよ。PRG ロムと CHR ロムって。この前何やったっけ？なんかに一つ余分なやつがあって、今回二つもチップついてる。これあれかな？いや、なんか箱のね、横にね、プログラム&オーディオビジュアルって書いてあるんですよ。なんか処理で、普通のファミコンだけの処理じゃ無理で、なんか追加したんやろな。これ何なんやろう、74H。ああ、みんないろいろやってんねんな。で、あ、データベースの、CRC 値と一致したので、まあ、正常に吸い出せてますよっていうことですね。はい。それではね、テストプレイの方やっていこうと思います。それではですね、今、吸い出したツインビーをロードしていこうと思います。これですね、JT ツインビーネス。はい、こちらやっていきます。あ、懐かしい。懐かしい。どこまでいける？いや、一面でも結構やばいからな。これね、ベル。これだからスピードアップ。これが対地攻撃ですね。もう無理やろ、一人じゃこれ。あ、なんか白出た。いや、白じゃない。白と黄色をよく間違える。無理やろ、こ、あー、救急車、あー、死んだ。こんなん無理やって。ね、色変わらないでしょ。あ、白なった。何やったっけこれ。ああ、ダブル。パワーアップ。ちょっとスピード欲しいな。何気に太一が、ああ、やってもたー。ああ、またやってもた。何をし、ああ、8出たー。8何やったっけ。あ、死ぬ、もー。いや、無理やって、こんな。えぐない、これ。これ、誰考えたん、これ。これ、無理やって、こんな。スーパーキャンディーって俺見たことないねんけど、そんな。これ絶対連射機能ないと無理やって。で、撃ってまうやろ、敵おるからさ。だからろくにね、パワーアップなんてできないんすよ。
下から打ってくるし画面も。いやもう無理やって、これはこれ一人で無理やって、これは無理、これは。だからこれね、多分ね2人用ありきになってるんやと思うね。だから1人が倒し、多分ねこれ、だから2人用と1人用でシステムを変えれなかったから、多分やけど俺はね2人用ありきで作ったんちゃうかなと思ってる俺。まあ今のゲームやったらさ容量もあるから、あ無理だってそれは無理だってだってばよね。これも変わらないでしょ全然。あ青なった、ようやくなった。あー白取りたい、よっしゃ。これね太一が全然当たらんのよこれ。うまい人はほんまね、ピョ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 っと、あーまた飛ばしてまた、いやそら連続して打ってまうわね、それが人だもん。今のサイヤエンドかな、あぶ、だから敵と対地と全部、あ来た、これは欲しい、だったらこれはいけるで、これはいけますで今日。ほらもうベルベルな、あ8取った、あかんのか、なんや8一気アップやと思った、ハドソンか8一気アップはしまった、騙されたハドソンに、なんやねん、8は一気アップって決まってんねんファミコンでは、なんやねんそれ、もう画面外から打つなほんま、このもう大根がほんまに。いやこれ言うとくけどこれ一面やで、これこれ一面ですよ、言うときますけど皆さん、これ一面ですよ。あ、あ、あ、あー、これかスーパーキャンディ、あ、連射機能ついてる、連射機能ついてる、これで倒す。いやでもここまで来た使いたくない、そうか、これちょっと一面ぐらいクリアしようや、ゲーム老人チャンネル言ってるぐらいねんからな。おっしゃー、いけたー、てってて、これはモーターやろ、これであと分身来たら I can do it ですよ、来た、これは取るぞ、よっしゃー、あースーパーキャンディの効果消えた。いやもう空に包丁飛んでるとかも狂気の沙汰やで、そんなもんは。もうちょっと、もう包丁とかもうちょっともうちゃんとしませんか、片付け、スピードアップ、うわーもう何これ、そうめん用の皿これ、いやねんもう道具屋横丁とちゃうねんここほんま。バリア欲しいな、バリア、ラーメンめちゃくちゃ注文してるやんこれ、ウーバーイーツかこれほんまこれ今のウーバーイーツを何想定して、危ないよー、これ俺ちょっと人生初の2面クリアしたいよ俺、これ欲しい、だったらめちゃ早い、ま、うわ危ないよー、これでもさあ来た、だったらすごいよー、これでもこの音楽今アウトやんな、今の世の中で使ったらスーパーマンの曲やしさ、おもろさ、これいけるんじゃない、これクリアするんじゃない、これ下手したら、これ、あ、ゲーム老人チャンネルってゲーム下手くしてんの営業ベタなんじゃないのみたいなことなるんじゃない、これ本当はうまいけど営業用に下手くそにおじいさんゲーム今日までしてたんじゃない、ギワキングが出るかも言うてからして、いやーそんなタケノコは見たことがない、
人をダマくらかすタケノコは見たことがない。チンジャオロースの恨みか。もうタケノコがもう危ないよ。あー頑張れ。なんだこの星は。なんか取った。2面のボスは俺が知らない、見たことがない。何が出てくる。え、出てこへん。あー来た。あー何やこれ。ちょっと待って、わかりません。どういうルールなのかがわからない。これはどういうルールになっているのでしょうか。わかりません。なっあー面白い。でも面白いし面白いし、30何年6年発売から経っても鬼畜ですね。それではまとめに入ります。さあいかがだったでしょうか。まさにねファミコンの鬼畜感っていうものを久々にこう感じることが、できました。やっぱり大人、なんか最近ちょっとこうエキサイトバイクとか、なんかやっててさ、あ、なんかちょっと自分できるようになったんちゃうかって、調子乗ってたんですが、やっぱりね、難しいファミコンのゲームは。でもやっぱり、面白いんですよね。当然、今のゲームは今のゲームで、なんていうかな、ボタンも増えたり、パソコンの、マシンの性能も上がったりして、例えば人間のいろんな表情とか、アクションの豊富さとか、物語の重厚感っていうものは、当然この当時のものとは比にならないぐらいの容量だと思うんですよね。じゃあこの1986年のゲームが、じゃあ劣ってるのかって言ったら、それは全然違う問題であって、やっぱりこのドット数とこの容量でやっぱりめちゃくちゃ面白いんですよね。つまり面白さが凝縮してある。もっともっと多分やりたいこといっぱいあったと思うの。ツインビーを作る時にももっとこんなん入れた方がいいんじゃないか、こんなん入れた方がいいんじゃないか、ツインビーの容姿はこうした方がいいんじゃないか、もっと容量を避けないかっていろいろ頑張ったと思うんだけど、やっぱりね、使える色数とか大きさってものが決まっていて、まあこの現状になってしまって、でもやっぱりだからこそ企画が非常に練り込まれて、絵とかに頼らない、絵の良さをそのデータ容量に頼らない、頼れないんですけども、なのでシステムでどうにかカバーできる部分っていうところで面白さがやっぱり凝縮されてる。つまりごまかせないんですよね。つまり今の料理だといろんなスパイスがあって、例えば安いアメリカの肉でもいろいろ味付けをして美味しい肉にできる。でもそれは別に人を騙してるわけじゃなくて、それはテクニックであり技術なんだけども、この時代は何もない、本当に素材勝負せなあかん、もうそれこそうどんだけとか、もうきゅうり一本とか、だからこそごまかせないんで本当に面白いゲームしか作れなかったと思うんですよ。当然クソゲーという、俗に言うクソゲーって言われるものは山ほどありますよ、山ほどあるけどもね、名作と呼ばれてるものはやはりその中での、そこに、逃げずにこの容量の中でどうしたら、まあ、購入したユーザーが楽しめるか面白いかっていうことを徹底的に考えてるので、まあ今が考えてないわけじゃないけども、やっぱそこには大きい違いがあるのかなと、非常に凝縮されてる楽しさがある。で、すぐ遊んですぐ楽しい。これがやっぱすごいと思うんですよね。何の物語知らなくても、もうすぐ始めてすぐみんながワイワイ言えるっていうのがやっぱこの時代のゲームなのかなっていう気がします。やっぱり面白い、でもやっぱり難しいだからファミコンだいぶ紹介してきましたけど、今後もまああといくつか出来のいいものを紹介しますけども、出来ってその箱があったりするものをね、よりすぐったものを紹介しますけども、なんだろうな、ほとんどの人が一面一個を見てないっていうのがほとんどじゃないでしょうか。だからそういう意味ではスーパーマリオって結構、後半まで遊ぶことができて、まあみんなこう5のなんぼとか6のなんぼ、雪の面とかを知ってるけども、魔界村であったりツインビーであったりとか、まあ戦いの番下であったりとか、
一面以降知らんっていうの結構多いと思う。スパルタン X もね、スパルタン X も2面の、落ちてくる壺どうやって避けんねんみたいなさ、そういうのであって、まあ、ツインビーも、類に漏れず。僕多分子供の時にニノボス見てないんちゃうかな。俺あんな動き初めて見た、俺。だから、そういう意味ではちょっと上手くなってるかもしれないけどね。はい。よかったらこのエグいね、ツインビーやってみてはいかがでしょうか。で、本日使った、ファミコンダンパーの方ですね。あれは、レトロベースダンパーといって、基本メガドライブを吸い出すものなんですが、上についてた青いのが、ファミコンプラグインってやつでファミコンを吸い出すことができます。パソコンで簡単にあんな感じで吸い出せるので、よかったら買ってみてはいかがでしょうか。こうやって吸い出して、中華ゲーム機に入れて遊ぶのが正式な遊び方ですんで、ぜひ、そのルールは守ってやっていってください。この動画で初めておじいさんのこと知ったよってしたチャンネル登録していただくと嬉しく思います。でレトロベースダンパーのリンクは動画の下の概要欄のところに貼ってますんで、そこから買ってみてはいかがでしょうか。それではまた次回の放送でお会いいたしましょう。さよなら。